はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで今日はね、僕がここ最近気に入って、よく動画の中で使っているとあるプラグインっていうのを紹介しようと思うんですけれども、そのプラグインをね使うとですね、あのみんな憧れのあの YouTuber になれるかもしれないっていう風なもので、まあなれるかもしれないっていうかね、まあ、なれることは多分ないとは思うんだけれども、その気分だけはね味わえるっていう風なプラグインなんですね。でその YouTuber の名前っていうのが MKBHD さんですね。MKBHD っていうと、テック系の YouTube チャンネルとしては多分世界でね最もね影響力のあるチャンネルの一つで、登録者数も1000万人を超えているってことでね、スマートフォンとか PC だとかそういったこうテック系のチャンネルで1000万を超えるっていうのは多分他にはねないような気がするんです。そんなね MKBHD ことマルケス・ブラウンリーさんが実際に監修したプラグインっていうのがあって、彼の、ね、YouTube チャンネルなんかで使っているようなエフェクトであったりだとかトランジションっていうのを公式に、ね、それらをこうまとめてねこうパッケージとして販売しているんですね。で僕もね実はねそのプラグインっていうのをこそこそとここ最近今使っていて、これやっぱりね使ってみるとねいろいろとこう気が利いているものなんで、今日はねそちらのプラグインを紹介していこうと思います。はい、ということでね、そのプラグインの名前っていうのはそのまま MKBHD っていう風なプラグインの名前なんですけれども、これ僕のチャンネルでも何度か紹介しているモーション VFX っていうダヴィンチリゾルブにももちろん対応しているんですけれども、その他にもファイナルカットやプレミアプロでも使うことができるプラグインということになります。でこれね、ウルティメイトチャンネルツールボックスデザインウィズ MKBHD ということで、MKBHD と一緒に作ったツール集ということなんですよ。でどういったこうツールがあるのかっていうのを後から詳しく見ていこうと思うんですけれども、こんな感じで MKBHD さんが直々にですね、もう2015年からねこのモーション VFX のプロダクトっていうのは使ってきていると、彼自身が気に入っていて、使いやすいこうトリックなんかっていうのがパッケージになっていて、すぐにこのプラグインとして使うことができるよっていうふうなことをですねおっしゃられているわけですよ、このお兄さんが。ということでね、このダヴィンチ版やファイナルカットプレミア版っていうのが出ていて、これ今99ドルで販売しているということなんですよね。こんな感じでイントロなんかに使えるエフェクトっていうのがあったりだとか、商品をレビューするときなんかに使えるこういった素材っていうのがあったりだとか、あとこの辺でねいろんなこうツールっていうのがあるんですよ、エフェクトツールっていうかね。で実際使ってみるとね、この辺のツール系やエフェクト系っていうのが、めちゃくちゃ使いやすかったかなというふうな印象で、その他にもコールトゥアクションみたいな感じでね、いいねよろしくお願いしますみたいな、そういったエフェクトっていうのがあったりだとか、あとタイトルだとかで、あとローワーサーズみたいな感じでこう名前だとかっていうのを紹介するときに使えるものがあったり、でバックグラウンドもあって、でトランジションもあるんですよね。こういったこう三角形のモーションっていうのがね、この MKBHD のなんかこう特徴なんですけれども、その辺がねずらっと入っているんですね。でね、今からねこちらの方を、実際ダヴィンチの画面っていうのを見ながらご紹介していこうと思うんですけれども、このねモーション VFX のプラグインのいいところっていうのは、やっぱりねすごくね導入しやすいんですよ。で他のねプラグインとかって結構アプリケーションファイルの中でね、このデータっていうのはじゃあテンプレートのところに入れてくださいとか、タイトルのところに入れてくださいみたいな、導入するまでにね結構ねハードルがあるんですけれども、このねモーション VFX の場合っていうのは、もう本当インストールすればもうそのままこうダヴィンチだとかファイナルカットだとかプレミアプロで即使えるっていうことでね、その辺ねすごくね使いやすいプラグインなんで、今から実際ねこのプラグインがどういう風な使い方ができるのかっていうのを見ていこうと思います。はい、ということでね、実際そのプラグインも使っている、以前のね動画っていうのを見ながら、実際どういう使い方ができるのかっていうのを見ていこうと思うんですけれども、まず最初にですね、このインストールしたプラグインがどこに入っているのかというと、このエフェクトのところでビデオトランジションというところと、ここにこうモーション VFX っていうのが出てきて、ここにね MKBHD っていうのがあるんで、ここ押すとこんな感じで、トランジションっていうのが6つぐらい入っている感じなんですね。なので例えば、カットが変わるようなこの境目のところね、こういう感じのプラグインなんかをここに入れると、さっとトランジションっていうのが作ることができて、例えばじゃあこの長さを変えたいとかっていう場合は、ここにトランジションっていうのが出てくるんで、トランジションの色とかっていうのもこんな感じでここで変えることができますし、あとグローとかっていうのもかかってるんですね。なのでこの拡散系のグローっていうのをオンオフをしたりだとか、この辺のねグローのエフェクトっていうのを変えることもできますし、で単純にこの長さね、トランジションの長さっていうのも
サクッと変えることができると。こんな感じのこう MKBHD 印のトランジションっていうのも6つ入っていると。このビデオトランジションのところに。で、その他にもタイトルね。タイトルのところにも同じような感じで、この MKBHD っていうのがあって、で、ここなんかには例えばこのバックグラウンドね、背景として使いやすい素材っていうのが入っていたりだとか、こういうコールトゥアクションね、これなんかは例えばここにバーンと置いてしまうと、チャンネル登録お願いしますみたいなね、ちょうどこの辺にこう YouTube のちょうどこの画面の下あたりにその、チャンネル登録のボタンとかっていうのがあるわけなんで、この辺で位置を変えたりだとか大きさとかっていうのを変えたりだとか、あとタイトルっていうのもここでチャンネル登録みたいな感じにして、日本語対応しているフォントとかっていうのを割り当てると、まあこんな感じでね、サクッとこういったコールトアクションね、チャンネル登録お願いしますみたいなのが作ることができると。で、他にもこういったこうフューチャーっていうのがあるんですね。例えばまあこれなんかこうレビューなんかするときにこの辺にポーンと持ってきてですね。で、例えば今この商品っていうのはゼンハイザーの MK400 っていうのを紹介しているんで、ここで MK400 っていう風に変えて、あとこの辺でこうパフォーマンスとかね、Easy to use とか使いやすさとかプライスとかデザインとかっていうのがあるんで、もちろんこの辺もこう任意のものに変えられますし、で、この辺でこうリストっていうのをコントロールすることができるんで、5段階でパフォーマンス最高ですみたいなね、こんな感じで、これも全部で10段階用意されているんで、ここにもね、他にこうどんどん足していくと評価っていうのをつけることができる。で、この辺なんかがね、やっぱりこう MKBHD 印というか、動画の中でね、レビューするときなんかに使いやすそうな、そういったね、素材っていうのがずらっと入っているんですよ。で、他にもこのイントロね、イントロ、こういったこうイントロとかってエフェクトっていうのはガンガン入っているんで、ちょっと重めにはなりますけれども、スタイリッシュな感じのイントロっていうのが簡単に作れる。あと他にこの辺こうローワーサードだとか、例えばちょっとこれ一旦消します。例えばこの辺ね、ここなんかに YouTuber みたいな感じで、まあ、自分の名前だとか出演者の情報っていうのをこう入れることができる。サクッとこんな感じでね、こういうのも結構洒落てますよね。あと他にもこういったこうタイトルっていうのがあって、で、例えばこういったこうタイトルとかっていうのは、もちろんこういう感じでこの動画の上に重ねることっていうのもできるんだけれども、例えばこういう風な感じで動画と動画の合間ね入れてやる。そうするとこうなんだろう、こう箸休め的なね、場面が変わる時とかにね。で、もちろんこの辺もいろいろと大きさだとか、あとこの辺のヘッダーのコントロールとかっていうのももちろんできるということとなります。で、他にもこうツールとしてこの辺でポインターだとかマークとかがあるっていう感じなんですね。で、これがまあタイトルに収まっているもので、他にこのエフェクトっていうところにも入ってます。で、これのね、エフェクトのやつがやっぱり結構こうね、個人的におすすめというか、映像にさらにこう映像を重ねるというか、特にこう商品紹介とかっていうのをしていると、このメインのカメラとは別にこの点対のね、映像とかっていうのがあると思うんですけれども、そういう時なんかにはこういったこうアディショナルフッテージとかっていうのをここにかぶせると、2つの動画っていうのをこう簡単にこう共存させることができたりだとか、あとこの辺こうカラーコレクションだとかフォーカスインみたいな、フォーカスが外れた段階からフォーカスをこうグッとこう合わせてくれるっていう風な、そういったこうエフェクトとかっていうのがあったり、あとグレイン&グローね、映像をちょっとこうフォワーッとさせたりだとか、あとレターボックス上下っていうのを切ってくれたりだとか、あとこのスプリットスクリーンね、画面っていうのをこう半分に割ってくれる。で、もちろんこの辺のこう分割具合とかっていうのもこの辺で変えることができるんですね。で、こういうこうサムネイルクリエイターとかっていうのを使うとこんな感じで、で、この辺のこう矢印っていうのもアローコントロールなんかでいろいろとポジションとかっていうのを変えたりだとか、あとアローのポイントね、この辺も全部変えることができる。で、もちろんこのテキストっていうのもここからいろいろとね、これ今たまたま僕に向いてますからこんな感じで、で、これに一応こうサムネイルクリエイターっていう風になってるんですけれども、こういうのをこう映像の中に入れておくと、サムネ用のね、画像とかっていうのもここからこう切り取ることがしやすくなるということで、これも結構おすすめです。で、あとね、例えばこのシーンとかってこんな感じで、今これ分かりますかね、ずっとね、微妙なね、こうズームっていうのが入ってきてるんですけれども、映像っていうのをズームさせてくれるんですね。で、こういうのもね、確かにね、 MKBHD の動画ってこういったね、エフェクトっていうのがすごく多用されているんですよ。
ということで、今ねこの Motion VFX の、まあ、プラグインであるこの MKBHD に入っているエフェクトであったりツールっていうのをざっと紹介したんですけれども、 MKBHD がおすすめのねこういったこうツールだとかエフェクトっていうのはサクッと簡単に使えるっていうのがねこのプラグインのいいところかなと思います。でちなみに例えばこんな感じで、あの僕の最近のあのオープニングには必ずこういったねあのこういったエフェクトっていうのを入れているんですけれども、こういったこのマークっていうのがこの MKBHD の、まあ、特徴なんですよね。そういったねエフェクトっていうのはもちろんあのこのプラグイン集の中には入っていますし、で他にも例えば映像の終わりとかにあのチャンネル登録よろしくお願いしますみたいなあの要素っていうのも入れているんですけれども、これもこの MKBHD のプラグインから使っているものとなります。というわけでこんな感じでね、あのこの MKBHD 印のねエフェクトだとかツールっていうのが、まあ、こうひとまとめにパックになっていて、もインストールしてしまえばねすぐに使えるっていう風な感じなので、あの気になる方はねあの概要欄にリンク先貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでこういったこう動画編集周りの動画っていうのもね日々公開しておりますので、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。